けど引き抜めちゃうのは、もしこれ気づかずに、はい、スロットル落とさずに行っちゃったっていう場合どうしたらいいですか。今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。まずあちらの方で、はい、あのアンケートの方を書いていただいてますので、はい、はい、ということで今回、マリーナ川芸さんの方にお邪魔させていただいておりまして、海のいろはというですねサービスちょっと体験させていただきます。ということで今日一日よろしくお願いいたします。お願いします。もう今日はあの普段通りいつも通りの流れでさせていただきますのでよろしくお願いします。で今日早速朝一番で到着してアンケート記載させていただきました。でアンケートの中身で例えばその離着岸がしたいとか、まあ、免許を持つ前、免許取得前でも利用ができるサービスなのでとりあえず乗ってみたいとかですね、であとは GPS の公開景気の見方を知りたいとかいろいろできるんですよね。あ、いろいろその方に、はい、ということでじゃあ今日、いろいろとあのアレンジをいただきましたので普段通りで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はどうもありがとうございます。はい、ちょっとまああのアンケートの方だけね最初にいただきまして、はい、さっと拝見させていただきました。それでまあ一番最後のところであの今回のご希望のっていうのところで、はい、家族や友人をね、まあ、安心してご一緒して乗っていただきたいというそういうところが一番の、はい、まあ、今回の、興味あるところだということで、改めて、まあ、ご存知とは思いますけど、はい、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。例えば普段その全く船乗ったことないんですっていう方もいらっしゃるんですよね。はい、もちろんそうです。そしたら服装とか持ち物、うん、準備物、うん、その辺注意点とかってありますか。そうですね、当然乗船の時際にはねライフジャケットが必要になりますから、それはもう船に備えておりますので、はい、お持ちいただく必要もございませんが、自然相手のレジャーですので最低限の服装のところはねお申し込みの段階で一応こちらからお伝えしているようにしています。女性の方であればヒールは当然ダメですし、上着にしても1枚ね上に羽織るような形で、はい、しっかりと防水性もあるようなものを準備していただくというようなそういったあの基本的なことをお伝えはしております。はい、わかりました。あとあの申し込み今回まあ私1人でさせていただくんですけど、はい、何人ぐらい。3名様までをが内容で進めさせていただいています。わかりました、ええ、これちなみに1人でも大丈夫ですか。1人からスタートができますね。わかりました、はい、それじゃあ今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今回、まあ、YFR24ですけど、はい、あ、そうですね、ヤマハのシースタイル艇を利用させていただいてますので、はい、あとはファスト23だとかですね、はい、AS21 とかそのあたりを、はい、あの使用させていただいてます。それが参加者の方で選ぶというよりは、あ、そうですね、その日にこちらのちょっとまあ都合で申し訳ないんだけど調整させていただいた上での船を選ばせていただくという形になりますね。はい、わかりました。なかなかちょっと希望の手に添えない可能性もあります。はい、うん、まあ、とりあえず船外機での講習という形ですね。発行前のまあ点検というのをね、当然レンタル車が管理はしているにはあの違いないんですけど、やっぱり船長の責任として乗船前には最低限のチェックをしてから出航するというところもまあ一つ基本としてですね、今回はやっていきたいと思います。はい、経験されたことない方って、うん、この乗った段階でもテンション上がりますよね。そうですね、まあ、まずこれ安全装置になってますから、安全装置をさしていただいた上でエンジンキーを入れていただきますね。おかけ方ですが、まあ、車と同様ニュートラルをまあ確認した上でキーを入れていただければ。ペーパーは船長ですとか、うん、経験が本当に浅いから不安ですっていう方、うん、例えばそのさっきのエンジンオイルの確認だとかっていうのも、ね、朝一のあのブリーフィングの中で要望を聞き出して、うん、そうです、そうです、それも一回ちょっと実際にやってみたいって方はカバー外してそこまでやりますけどね、その方のまあご要望次第という。なるほど、ね、じゃあ本当にあの内容っていうのがよくあるマニュアル一辺倒みたいな言い方、うん、ちょっと悪いですけど、はい、そうですね、じゃなくってもうその人個人個人で合わせた中身が体験できるってことですね、はい、まあ、中にはその、まあ、この界隈でね、釣りのポイントだけが知りたい、そういうお客さんも見えますから、うん、ああ、そうなんですね、だからそれも OK です。ああ、はい、そうなんです、はい、じゃあ本当に幅が広く利用できるんですね。そうですね、はい、はい、それで構内はあもう当たり前のことですけどスローで走っていただくという形になりますね。はい、でどこまでがスローかっていうのがね、なかなか定義っていうのがそのエリアによって難しいんですけど、なぜスローじゃないといかんかっていうと、スピードが出ると危険度が高まるっていうのもありますけど、まあ、船っていうのを走ると後ろに必ず引き波っていうのが起こりますので、その引き波が皆さんに悪影響を及ぼしたりとか迷惑をかけるということもありますので、それは後ろを振り返っていただくと波が必ず立ってます。
だからこの波であれば他の人に悪影響を及ぼさないだろうかなっていうのは、それがスローと考えていただいて結構です。じゃあもうエンジン回転数がなんぼ、そう、そんなことよりも後ろの引き波を見て、それとまあご自分の技量に合った、まあ、その安全なスピードというかな、ですからまあ港内はまあアイドリングから少し上げた程度、まあその船によっても回転数は違いますけど、うん、まあノット数でいけば多分まあ5ノットまでというのがまあ一つの目安になると思います。はい、慣れてない方だと離岸のところからちょっと焦っちゃうって方もいらっしゃるんですよね。うん、そうですね。ただまあそんな焦る必要ってないですよね。そう、何もないんだけどやっぱりこう高ぶっちゃうんですよね。今回はまあ安全航海、安全航行っていうところを主眼でお願いさせていただいてるんですけど、はい、離着岸したいよっていう方がいらっしゃれば、うん、集中的にさっきの部分からあのステアを握らせていただいて、そうですそうです、うん、そういう方も可能です。やっぱり多いですか、このGPS プロッターを教えてほしいみたいな要望も結構あります。まあかなりありますね、やっぱりね。当選というよりも、はい、むしろこのやっぱ公開劇を知りたいという方の方が多いんですかね。あ、そうなんですね。まあ、最近特にチャープ魚探なんていうのも出てきてるじゃないですか。うん、そうですね。そういうところのニーズもあったりしますか。まあでも、ね、そこまでね詳しくっていう方はあまりこのイロハの、あ、なるほど、ですからまあどちらかというともう本当に入門者の方がのまあターゲットという形でも設定してますし、まあ、よくある質問がね、魚群探知機っていうのもね、どこにあの魚が映っててもね、なかなか魚が釣れないとか、恥ずかしいから聞くのやめようじゃなくって、そうですね、もうバンバン聞いてくださいっていう感じなんですね。そうです、うん、じゃあまあこれね、安全な海域まで出てきましたし、波もねほとんどない状態ですので、よかったら体験的にあのステアリング持って、はい、え、ご乗船いただいても結構ですよ。はい、わかりました。初心者さんの方、スピード出すことが怖いっていう方も中にはいらっしゃって、その時のなんか注意点ってあったりしますか。とにかくやっぱりご自分の技量とゲストの方のやっぱり表情だとかを、うん、まあ、様子を見て大丈夫かなというレベル、まあ、だから徐々に上げては声をかけて、かけては声をかけてということで様子見ながらっていうのが大事かと思います。同乗者さんの表情ってちょっとキーポイントですよね。そうね、同乗者の方のことも意外とこうね忘れがちになっちゃうということもあるんで、はい、そっちやっぱ大事ですね。まあ、それと慣れてらっしゃらない方は、まあ、こんなのは大丈夫だろうと思っても、それでもやっぱり結構ね、恐怖に思ってる方も見れますから。ああ、そうなんですね。ちょうど今引き波が来ると思うんですけど、はい、よくある質問、これも結構多いのが、波に対してどうやって船を当てていったらいいですかという質問が結構あるんですね。ね、まずね、引き波をうまくね、かわすには、はい、一番大事なのはやっぱりスピードですね。はい、うん、まあ、とにかくスピードを落とすということで、波を非常に和らげてこう通過するってことができますので。はい、じゃあ基本的に引き波が見えたら、はい、少しこうスロットルを落としてやる。そうです、そうです。まずは少し落としてその波の高さの様子を見ながら、はい、できるだけ、まあ、もうこれぐらいなら大丈夫かなと思う以下に落とすというのがコツですね。で、引き波を超えたら、そうです、はい、大丈夫なんだけど、引き波っていうのは船に対して右と左側に両方に出ますから、はい、うん、ですから最初のこの波よりは和らいではいると思いますけど、もう一つ波があるというのも頭にいる。我々がよく運転する車と一番違うのって地面が動くじゃないですか、地面が、水面が、はい、だから普段慣れてない挙動に対して経験豊富なキャプテンから教えていただけるのは安心感が高いですね。なかなか普段ね、こういった機会ないですからね、皆さんはね。そうですよね。撮影時点では1回3000円という設定されてますけど、はいはい、そこからじゃあ免許取りますってなった場合、はい、第一さんでお世話になるんであれば、はい、免許の取得費用から3000円マイナスと。やっぱりあれですね、こう向かい波になってくるとこうバタバタ音がしてきますね。やっぱこうなってくると恐怖を感じる方もいらっしゃるんですかね。素材が FRP っていう強化プラスチックでできてますから、はい、まあ、強度的には十分あるんだけど、やっぱこう波に叩きつける時の音がね、慣れてない方には非常にやっぱり恐怖感がありますね。はい、そうですね。よくある質問はね、この船っていうのはどれぐらいの状態まで波に耐えれるんですかという質問が非常に多いんですね。これオーナーさんでもそうなんですけど、はい、その場合はね、もう僕は迷わず、まず船が壊れる前に
自分の体が壊れますという僕は答えます。なるほど。せっかくならちょっとですね、触りだけちょっと魚探の見方も。ああ、はい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 。これ実を言うと人工魚礁がここに埋められてるんですね。ほう、うん、ですから一回ちょっとそこに行ってみます。でその時の魚探のねこの動きをちょっと見てください。じゃあそちら今から向けますのでね。なると今ずっとこれねフラットだったそこがね、はい、もこもこっと多分出てくると思いますので、はい、今ね、魚礁の上にポチポチとね、出てきましたね。アラームか魚のアラームが鳴り始めるという形になります。ボコッと今、ああ、そうですね。急に上がりましたね。1メーター、2メーターくらいの魚礁ですか。そんなに大きなね、魚礁じゃないんですけど、水深が浅いですから10メーターそこそこ。まあ、こういった形、魚礁の上にはね、多少ベイとか魚が乗ってるね。ですから大事なのはこの右のとにかく端っこに今映ってきた瞬間のものが真下の状態ということだけ。ポイントの見つけ方を知りたいですみたいなのも、そうですね、さっきのような船の取り回しをすれば、うん、そうですそうです、はい。まあ、この辺り何もないようですけど、あのかなりの魚礁が人工魚礁が入ってますので、一つ一つこうね叩いていくと魚の方も取れると思います。教習というよりは実践に近い。そうですね、実践に近いし、その方の、まあ、知りたいというところに直接お答えするような形の講習といいますかね、アドバイスさせていただいてますので、はい、ですから3人ともが全く違うその要望があっても大丈夫ですね。でも皆さんこれロープワークなんかも不安っていう方いらっしゃいますよね。そうですね、うん、でまあ、船の場合はね車と違ってその場に船を留めておくには、はい、必ず係留ロープで止めないと船ってのは移動してしまいますので、本来一番大事な部分にもなりますので、はい、ですから今日はあの代表的な船で必要なね結び方を、まあ、3つほどちょっとやってみたいと思います、はい。うん、まずはねもやい結びって言って、まあ、一番基本になる結び方なんですけど、キングノットといって王様の結び方というぐらい強いし、また簡単だし、で解けやすいという、その3つを備えてね、でロープも傷みにくいという、そういう結び方です。まあ、出来上がったらこういう形になります。はい、それとあと船によくありますのがこういったクリートって言ってね、船にもよくついてますけど、このクリートにロープを結ぶやり方ですね。クリート結びになります。はい、体験が終わったらコーヒータイムで、あとご質問とかね、気楽な形で、まあ一番恐れてるのっていうと営業されるんじゃないかそういう目的の部分ではない。あ、じゃないです。ここでじゃあ相談始めましょうかとか、それは一切それは全くご安心ください。特にねもうこれで終わりでして、今日やってみての質問っていうのはその時にあると思う。例えば今日なんかはこう出航の時は割とこう風も穏やかで、帰ってくる時に少しこう白波が立ってないっていう、はい、そんな時にじゃあどうやって帰ってきたらいいですかみたいなのをここでやり取りさせていただきます。じゃあもうここで免許を取りたいだとか船を買いたいだとかっていう話ではなく、じゃあ今日運転していた中でちょっと分かんなかったけどとか、ちょっと聞けなかったんだけどっていうのをここでやり取りさせてもらうっていう感じで、まあ、どんどん聞いた方がいいですよね。こういう、せっかくこういう場なので。どんな質問が多いですか、ちなみに。多いのはね、さっきもちょっと船の中でも話しましたけど、この船ってこうどこまで耐えれるんですかっていう、その質問が非常に多いのですね。だからそれだけ皆さん普段バーンって叩く音に慣れてらっしゃらないんですね。であとは、まあ、やっぱり皆さんそれぞれ多少なりともその釣りにも興味があるみたいで、まあ、この辺りでもね何が釣れるんですかとかいう質問も多いですね。あとはそうですね、船に乗りました。で最初ってこう運転してぐるっとするだけでも楽しいじゃないですか、だけど慣れてくるとこう釣りをしたいな、で釣りにも慣れてくると、じゃあその釣り何しようかって、ね、はい、なんかそういったこう釣り以外の遊び方とかって何かありますか。ああ、これはね、まあ、実を言うとこれはエリアエリアによって違うとは思うんですけど、まあ、ここのエリアだとね、桜の名所がここから1時間ぐらいのところにありまして、はい、そこをこう遡ってですね、その桜の花の真下でね船を係留して、まあ、食事見学になるとか、そういうツアー。リバークルーズなんかもね。そう、リバークルーズもすごくいいところです。うん。ここから行ける花火大会、これなんかも非常に参加されることですね。真下で。真下で。そうなってくると、夜間航行ってどうやるんですかみたいな質問もあったりとか。そうですね。まあ、航海灯をつけて、他人の船からね、見た目で、どこにどういうふうな走り方をしてるかというのを知らせるための証明しかないんですよ、というような形でね。花火大会のクルーズっていうところを取材していただいて、うん、そうです。そこに参加することもできる。そうです。
まあ、こんな感じで、はい、あれなんですね、こう初心者とか免許、これからの人に向けたサービスをどんどん展開されてるっていうところで、はい、あとあれですね、確か10時スタートで大体終わりが12時くらいになるんですかね、はいはい、こちらマリーナ川芸だったらそこで食事を楽しむこともできるし、ね、はい、じゃあその後午後乗馬体験もしようかとか、ね、はい、もうここで総合レジャーというか海だけじゃなくていろいろ遊べるっていうところですね。ありがとうございました。ちなみにあの開催日自体はですね、URL 説明欄貼っときますので、そちらの方から確認いただけるというところになっておりますので、はい、また皆さんご利用よろしくお願いいたします。お願いします、はい、今日はいつもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。